今日は3人で演奏させていただきます。それでは、しばらくの間、拙い演奏ではございますが、オカリナの音色を楽しんでいただけたら幸いです。最初の曲は、深まりゆく秋の旅先で感じた侘しい思いを歌った旅集をお送りいたします。もしよろしければ、遠慮なく、口ずさんだり歌っていただければ嬉しいです。持ってた方がいいね。はい、行きます。
か平成27年かや、NHK の、朝ドラで朝が来たっていうのをやってたのを覚えてらっしゃいますでしょうか。その主題歌で、人生を紙飛行機に例えて、大切なのは結果じゃなくって過程なんだと歌っている365日の紙飛行機をお送りします。オカリナ奏者の佐藤智美先生の作詞作曲した曲で、生きていれば誰でも同じ、泣いて笑って恨んで悔いた、それが人生いいじゃないかとおおらかに歌っている命という歌を演奏させていただきます。
すみません、オカリナはずっとこう吹きっぱなしなもんで途中で倒れちゃうかもしれませんけれども、よろしくね。続いての曲は、こんな曲をオカリナで吹くのと思うかもしれませんが、イタリア語で仮想行列という意味だそうですが、タンゴの代表曲ラ・クンパルシータをお送りします。
それでは少し趣を変えまして恋の歌です。貧しい絵描きが女医に恋をしました。その思いを伝えるために絵描きは全財産を投げ打って町中の真っ赤なバラを買い、女優の窓から見える広場に真っ赤な顔で真っ赤なバラで埋め尽くしました。さてそれからどうなるんでしょうか。それでは100万本のバラをお聴きください。そんなような感じで私たちも演奏させていただきました。
最後の曲になりましたが、私たちメンバーが大好きな曲で、オカリナの音色にとってもよく合う南米アンデスのフォルクローレの代表曲、コンドルは飛んでいくをお聴きください。
の演奏を最後までお聴きくださいましてありがとうございました。今日は3人でいろいろ工夫しながらやりましたけれども、やっぱり続けていくといろんなことがありますけれども、続けて頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。